はい、皆さん、毎度毎度。パーマをね、もっとね、深く理解しようと思うとね、ショートのおばちゃんなんかはね、ショートのおばちゃんだったら長さが10センチはないと思うんだよね。10センチあったらちょっとエレガンス系の長さだよね。だいたい8センチぐらいじゃねえかな、ショートのトップだったらね。そうすると、毛先にパーマ2、3ヶ月置きにかけるとしたら3回目か、まあ、せいぜい4回目ぐらい だから、うちのお客さんで一人ね、本当にチリチリにかけてくれって人がいいんだよね。毛染めしててね、すぐ取れちゃうから。で、家で巻くから、本当に強くていいと。だから、その手のパーマー上から大体2番目の薬で皆さんかけんじゃないかな。で、毎度毎度オーバータイムでかけるっていうかけ方 まあでもね、そんで痛めつけて、結局カールがさ、チリチリかかってっから、行ってればいいんだよね。まあ、うちなんかは一番強い治療でね、さっとかけていくんだけどね、やっぱりね、やっぱチリチリかかってるよね、簡単にね。やっぱり、上から2番目の薬でどんなに強くてもよ、かけても、まあでも計算めしてからかかるんかな、そういう人は。健康もだったら絶対に根元ってのはどんなにかけてもさ、ある一定のカールしか出ないんだよね。 これが一番大事なんだよね。健康網の場合は、どんなに頑張っても、ある一定のカールしか出ないのよ。まあ普通の薬だったら、まあ強い薬でもそうなんだけどね。それを無視してね、太めで巻いて、チリチリにかけるっていうのを根元まで、それは無理なんだよね。だけどみんなやるんだよね、それをね、普通に。最後の最後、どんなのしたら、やっぱり毛先がさ、チリチリっていうか溶けるっていうか、ねえ、キレ毛になってるっていうの、毛先が。まあそういうパーマかけてる美容師さんはね、 だって、かかんないんだもん、しょうがないでしょって感じだけどね。やっぱね、強くかけるときは、一番強い薬使うといいよね。でも、そういう溶けた人にさ、一番強い薬つけて、まあ、巻くじゃないすと、本当に、一回目のときは毛がさ、溶けるよね、毛先が。でも、パーマを構成できないつつの、も複雑骨折しちゃって。で、濡れてるとき、もう、カールが出るかどうかね、まっすぐになってんじゃねえのもう、<laughs> 一定を限度超えちゃうとね。 こんな毛でもね、乾くとね、チリチリになるんだよね。チリチリかかったように見えるっつのの縮り毛になっちゃうんだよね。他店でね、まあ、かけてた人だけど、その他店の店が、よその店がね、一時的にお店が休みになったんでね、したらうちにたまたま流れてきたお客様、そういうパーマかけてんのよな。何ミリで巻いてさ、どんな薬で巻いてさ、毛が溶けるまで置いてくっての放置してるってのは、あれもうパーマじゃないよね。パーマ技術を超えたただ単にさ、 損傷網を作ってるだけみたいな人そういう美容師さんいるのよ、おばちゃんパーマ屋だとさ。そのお客様が来るたんびにね。もうとにかく巻いてかける巻いてかけるね。顔見たら巻いてかけるね。強くするでね。もうだ、チ,チリ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 になってるってだけだけどあれね、宿毛矯正のビビリ毛と違うのはね、乾くとね、アフロヘアみたいなんだよね。<laughs> 本人はそれでね、取れねえから気に入ってんだけど、もう、コームが入らない溶かせない濡れると本当にもう、くたーっとさ、ワカメみたいなっけ、けそれで気に入ってるって何を考えてるんかなと。もう、自分たちのね、常識の範疇を超えたね、<laughs> もう別世界の話になっちゃうよね。<laughs> はい、お疲れ様でした。